東京オリンピックが選手に優しいということで見ていきたいと思います。まずはですね、東京オリンピックのマラソンと競歩の競技が東京ではなく北海道の札幌で行われることになったということで、これがですね、暑さ対策の目的ですね。日本の夏はもうむちゃくちゃ暑いで、そんな中でマラソン競歩をしたらもう選手の体調だったり下手したら命にね関わってくるかもしれないということで、ちょっとでもね東京よりは気温が低いだろうと思われる札幌でね開催することになったということなんですが、この札幌開催、まずですね、国際オリンピック委員会がこの札幌開催を言ったんですが、東京都としてはですね、まあおそらくマラソンを開催することによって観客もねたくさん集まる、そのお客さんたちがホテルだったりね周りのお店を利用して経済的効果もある、そういうのも無視できずに小池都知事はね最後まで渋っていたんですが、アスリートファーストではなく国際オリンピック委員会が言ったてるからということで、同意はできないが決定すると合意なき決定をねしてくれたおかげで札幌で、ね、開催されるようになったとのことです。やはりね気温的にも東京よりは札幌、まあ、もしかしたら札幌も夏は暑いかもしれませんが、もう朝顔を並べたりね人工雪を降らせるだったり、そういったやれることは全てやっている東京のオリンピック委員会なので、やはりねちょっとでも涼しいと思われる札幌で開催するということになった、もうこれはね選手に優しいですね。さらにですね、東京オリンピック、マラソン競歩だけでなく、マラソンスイミングでもですね、選手に優しいということで、この東京オリンピックではですね、お台場海浜公園で10キロの水泳マラソンが行われるんですが、どうやらこのアメリカのマラソンスイミングの関係者から、この競技場所を変えてほしいと声がね、上がっているそうです。なぜかというとですね、国際水泳連盟が定める水温の上限、それが31度らしいんですが、このお台場の水温がですね、今年8月に行われたテスト大会で 30.5 度までね上がったそうで、まあギリね上限は超えてないんですが、まあそれでも高いと、上限ギリギリじゃないかということだったり、他にもですね、やはりうんこ水が気になるということで、水質ですね、このお台場の水が大腸菌がね多いということで、その水質も懸念してこの会場をね変えてほしいと声が上がっているそうです。このお台場の水がねどれぐらい汚いかというと、まあ、これは過去のニュースだそうなんですが、お台場の海は通常遊泳禁止だそうで、で限定で特別に泳ぐことを解禁した際にもですね、海に顔をつけてはいけないことを条件に解放した、まあ、つまり顔をつけたら汚いよ危ないよということですね。それぐらいねお台場の海汚いそうです。もうこれは選手がねかわいそうだと、選手が会場の心配をしないといけないなんてどうかしてると思うんですが、もう東京オリンピックがね何も対策しないわけがないんですね。もう東京都はこのお台場のうんこ水に対してちゃんとね対応策を持っております。もうそれがですね、神津島という島の砂を海底に撒くというね対策方法ですね。いやーもう素晴らしい。この神津島という島ではですね、山から海に砂が流れ込むので、その砂を除去する工事をね、定期的に行っているそうなんですが、そこで発生した砂をお台場に運び、そのお台場の海底に砂を撒く。で、その砂には汚物を吸着してろ過する効果が期待できるということで、この神津島で除去される砂を再利用する対策をね、東京都は打っているそうです。で、この砂を撒く作戦なんですが、費用としてはね、約6000万円かかるそうで、で、さらに砂の運搬料は別にかかってしまうそうで、結局ね、奥に近いお金がね、かかるそうなんですが、もうそこまでしてね、東京都は、このうんこ水に対して対策をね、取ってくれている。1億円近くお金をかけて、砂をね、海に撒いてくれるんだと。そういうね、万全な対策を、東京オリンピックはね、してくれるので、もう選手たちは安心してね、このお台場の海、泳ぐことができるんじゃないかなと思います。もうこれは万全ですね。もう顔もねつけちゃいけないような汚い海で選手に泳いでもらうために1億円ぐらいかけてね砂を撒く、もうこれはね選手に優しいと言っていいんじゃないでしょうか。このようにですね、東京オリンピックアスリートファーストでね、選手のためにできることは全てやるオリンピックになっております。もう本当にねどうなるんだろうというすごく楽しみなオリンピックが迫ってきたなということで、もうワクワクドキドキねしているので、楽しみにね待ちたいと思います。以上です。